周元白3月23日は、戦国時代の臨済修明神事派の前奏。海の国交府の長禅寺十字。長禅寺、悟る系修富を分派祖とする東海派の奏。当初は、終わり国瑞戦寺にいて、悟る系修富の奉仕、大僧、玄広氏に支持して、臨化を受け、法兄弟には、関東に共戦を広げた、港南こと、坂江や、 天文十四年に海国のエリンジ二十九世となったオ鳥トリスミカ領がいる。海の国西合理の国州、大井神たちの娘で、海主後、武田信虎の正室となった大井夫人に招かれ、大井氏の本拠である海駒郡大井省内の長禅寺に入山する。奇州は、信虎の着難である春信の学問の死となったという。高城再記によれば、天文二十一年五月には、 大井夫人の葬儀の際に大同士を務めている。天文23年5月7日には、大井夫人三回忌の同士を務めている。春信は、天文24年に長禅寺を甲府へ移転し、奇襲を解散に、甲府御山第一位の寺とした。これが現在古町禅寺とは別に、甲府市安た御町に所在する長禅寺である。また、紅葉軍艦によれば、 天文21年2月12日には、春信の,の出家に際して、徳土式を務め、帰産、信玄の法名を与えたという。奇襲の没後は、春国光新が、長禅寺二世住職となる。芝辻、P272 芝辻、P272 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 芝辻。 P272 しばつ辻 P272 ありがとうございます。